3足限定、ギア変速しちゃダメなの。俺はコア背負ってるから。よっしゃー、どうしよう、どうしよう。2日間で200中近く走ってるよ。そんな人おらんのやけ。目閉じれば浮かんでくるよ、本庄サーキット。そっちゃけのー。今日はローレルさんざんカスタムしました、はい、サーキット用に、はい、それを今日は走ると、はい、2回しか走れてないけども、一応目標の53秒台出したんで、ヒーラーの2に持っていこうじゃないかっていうお話になってたわけですよね。スローサーキットまでもう時間ないから、もう残り3月に2回乗りたいって言うけど、やっぱスケジュールが合わずに、もう1回しか乗るのよ。最終レッスン、最終レッスン受けて視察台と向かいますので、はい、ね、俺がしゃべり出したら見て、太陽が俺を誘ってるさ。やっぱあれですね、レースの時は心が穏やかですね。心がもう穏やかよ。あ、そういうことなんかないもん。あ、そうやろ。だからもうバッチバチにもやってくれてるから、バッチバチの。だから今もう柿澤さんが一本も走り出してるから、はい、本庁サーキット朝早いけんね。俺ら5時45分出て7時半に着いて一回仮眠して、これで今やから社長も来てくれてるしな、そうっすね、Z ね、やってくれてるから準備が、うん、まあとりあえず1本目は多分前回のおさらいっていうことやろ、はい、まあ徐々に何をやっていくかまた確認していきますね。はい、よろしくね、お願いします。今日も作るの作らないの、とりあえず復習ということで、はい、3足ホールドで、3足ホールドでコーラを背負って、はい、はい、いいですよ。とりあえず復習で、はい、ブレーキの利きはいいです。加減しちゃう。もっと踏んでもいいのかなって思いました。あ、思うようなね。もうちょっと突っ込めると思うんですよね。ね、これでこんだけ利きは。今はとりあえずハンドルの回し方でちょっと考えちゃうんで。そうですね。下を持って切ってく。下を持って切ってけばたくさん切れる。はいはい、ただ今は下を持って切っていくとたくさん切れるから、うん、たくさん切りすぎちゃってるんですよね。最終コーナーとか。ハンドル下がったからですね。そう、ハンドル変わったからそれが結構でかいですね。基本的な操作は間違ってないから。うん、あとは強弱の問題で、はい、ブレーキがもうちょっと踏めればもうちょっと奥まで行く。はい、でハンドル操作がうまくいけば速度に乗るのももっと乗るから。早くね。うん。オースです。ハンドル差別からまた変わってくるから、また1個脳みそ使うっていう。なんでハンドル着したんだよ。
妙な差ですけど結構大きな差になるんですね。でも後半はね結構慣れてきた。ブレーキとかもう車がまず違うから何秒やったら俺見てなかった。どれぐらい56秒台は何回か56秒台か、はい、まだまだか全然やな。汗かいてませんので。かいてもないまあ、まあ、鳴らしやな、まあ、タイヤの鳴らしもあるし感触とね。竹澤さんの前で言ってあれやけど、はい、セフィールはちょっとぶつけてもいいって言うか。ちょっとダメですね。自分のローレンだとちょっとぶつけちゃいけないって不安がちょっと あとね、踏み台ゆっくりだもん。そう、木澤さんのやつとすいません。ちょっと乗ってみます。慣れんことには、はい、時はもうこげもいかん。いやちょっとギクシャクしてるの分かりますもんね。なんじゃこれと思って。なんじゃ最初なんかもうこんなとこに。あれあれ切れ切れ切れ。切ってるけど入ってかないんだよ、ね。入ってかない。やっぱいいねキャブ車ね。ファンファンっていうやん。マジでどうだったかやめた。45歳も出したのタイヤが温まんなくてずーっと行くです。2番じゃなくていい音してましたね。そうでもこれ静かなマフラーだから。いや俺ハンドルがやっぱりちっちゃいからコーナー曲がりづらい走り屋の話になってきたよね。ハンドルちっちゃいのかっこいいでしょ。言ってたあれもうそあ、もう違う。モータースポーツ。いや、これもう。やだこれ見て、やっぱり見て、悪童って書いてある。これ小林先輩のレーシングチームや。これかっこいいね。最初終わった。俺も今日来てくれよかったな。でももう言ってることがなんか全然変わってきたよね。モータースポーツしてる人ですね。あんまりが小さいって出ちゃうと。全然乗りやすいわ。教習車やけんね、これが俺の。ああ、そうですね。いいわハンドルやったな、足回りタイヤとか全然ブレーキもめっちゃ効きやすくて、はい、最後のコーナリングで右に回るこうするんやけど、はい、ここで切りすぎる。マジで難しい。大変だ。オースです。こっちの方が多分重いんだよね。なるほど。だから加速が遅いから、はいはい、タイムは竹澤さんのよりは遅いけどコーナーは確実に速い。タイヤも全然違うし、間が空いてから乗るから、はいはい、ちょっと頭整理できるの。なるほど。だいぶ慣れてきたハンドルが。
結構スムーズなコーナリングはなんとなく結構早くさっき言ってたんだけど早いねって言ってたんだけどコーナーはね、めっちゃ速いコーナー速くなってだからこれで4秒出てると相当速いいや、大丈夫だあ、兆しが見えた。車に慣れてきたから、このこう、はい、動きがセフィーロと同じ扱いになって、なってきたから、ハンドルさばきとあれが、これでもう一発乗って、ちょっとヒーラー2を今からヒーラー2だよ。これから。コーラを塗る。午前でそれヒーラー2習って、はい、で頭整理して午後に出していこう。ああいいですね。結果つく。オースです。何やられてるんですか。シフトノブがネジのやつがなんか緩くて反れるからうちの社外のやつ。なんでうちのつけてない。持ってこい。なんかモモのいいハンドル持ってますよあれ。どれ。自分 Z につけてるあれモモのいいやつ。握りがやっぱこれやっぱこの滑りますもんね。そう。滑る。これはちょっとツルツルですね。おしぼりの頭みたいに言うのあんまり。ツルツルです、シモニーの頭みたいに言うたんよ。いや、すすシモニーの頭みたいに言うなって言うたんよ。意外と引っかかりあるからな、あの人の横は上はツルツルやけど。いや、別に意外とでもないですよ。あと大きさだね、あとはあれもだから、もうちょっと大きい方がいいんだけど、この1個でかくすると、このでかい。社長の Z はどういうハンドルなんですか。すっごい。もう握りがさ、はい、全然ちゃうれ。あっちはなんかもうおっさん使い込んだ感じ。こっちはヤングって感じだ。あ大きさはやっぱこっちの。もしかしたら変わらんかもしれない。そうでしょ。なんかこれちっちゃいんだよ少し。握りはいいね。引っかかるからねそこにね。これもこう変えてます。変えない変えない。変えない。ここでこういってます。まあこれで、ね。これはいいわ。なんかほら見て。あ、親指が引っかかるようになってるね。そう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 。傾斜にね、ちょっと合わないけど、セコくらい。もうやっぱセコくらい。ハンドルもない。自分なんかこういいようにして。いやそれ当たり前だよ。乗りやすくしてんだから。まあ、サーキットでこっちっすね。本当。じゃあ乗りもするならこっちのシートの方がいいよね。フルバケっぽいけどリクライニングするから。こっちの方がいいですね。あれリクライング1000件さ、やっぱちょっと角度変えたいじゃん。そう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 。カッチカチやろ。はい、ね。もうなんかすごい気に入ってる。一番運転しやすい姿勢にしたいってことですね。そう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 。それをしてはるの、翔ちゃん。必ず1個上行ってますね。それだってもうずっとやってはるから、翔ちゃんサーキットの狼よ。年に1回ぐらいしかしないでしょ。オースです。里浜さんから2の今度原則になるので3から、はい、そうまずは3に入れといてください。でアクセル踏んでそこから今度ブレーキ踏むじゃないですか。ブレーキをまず一番最初、はい、でクラッチを踏む、はい、でアクセルを1回吹かす、はい、そう吹かして回転が上がったピークのところで2速で落とす。でクラッチを踏む。クラッチを離す。回転が落ちてきてからクラッチを離すとタイヤがロックしちゃう。ちょっと待って。バイクもそう。バイクもそうだ。バイクもふーんって焦って減速だけこうってしてっちゃうと、はい、クラッチ離しちゃってる。その時ビョーンって吹かしてクラッチ離すれば、はい、ロックはしないんですよね。回転が高いところで下げるから。はいはいはい。それと同じことです。でブレーキ一番最初でクラッチを踏むでシフトダウンしましたでバーンって吹かす で最高に一番回転が上がったところでクラッチがポンと上がってます。これどこでやるの。コーナーの進入で。コーナーの進入で。今までブレーキをグーってかけてる時にバーンって吹き出すとして入ってます。これハンドル切りながら。おわえ、ヨシキのドラムぐらいむずいと思うよこれ。ヨシキのドラムって誰もできないですよ。誰もできないし。いや素人の俺からしたよ。あ今のでだって理解できた。いやわかんないです。勝
ったんです。全く怒られる。だからブレーキ踏んで、踏んでる。で、踏んだままの状態でアクセル。踏んだままでアクセル吹かす。ヒーラー2や。よくやりがちなのが、ブレーキングしながらアクセル吹かすから、はい、ブレーキの力が弱まってしまうんですよ。はいはい。アクセル吹かす方に神経が行き過ぎて、ブレーキを弱めてしまう。そうすると逆に止まれないっていう。怖、はい、っさっき木下さんがおっしゃってたみたいに、バイクで考えるとどういうことなんですか。例えば、バンで、あのよく俺が言うやん。はい、バババーって、ババババーって時、はい、4443の時に、くちゃくちゃガーってこう、ババーってブレーキになるっていうやん。バーってロックがかかるから、ロックがかからないように、それをアクセルをワンって上げれば、結局それでロックしないっていう。だからブレーキを踏みながらアクセルを踏む。これによって、これで上げることによってロックしないから、ガーって減速してロックしないまま曲がれていくっていうことを木下さんがおっしゃったんやけど、はい、この中は今もよしと言ったらやべえ。オースです。え、柿澤さん、このヒーラー2いけてるんですか。毎回やってます。おえ私はいいですから。進入で減速は全て終わりにして、ヒールアンドトーも終わって、全て二速の処理も終わって、あとはアクセルを踏むだけの状態にしておくのが理想なんですよ。おーじゃあやべえ。進入でほら差し込む前に、曲がる前にブーで、ブーあーあブレーキ踏んでクラッチ踏んで二速に落としてワンって吹かしてポンって離すクラッチ。そうで、それからブレーキに集中しながら、ブレーキをリリースしながら切っていけばいいです。ブレーキしてクラッチして、クラッチと同時にもうアクセルにかかとがいってる。え、クラッチにブレーキ同時、クラッチ同時、そう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 、同時クラッチと同時かかとがもう、クラッチと同時、そうクラッチ、そうです。あおおそうです。よしきやこれこれやばいっすね。足だけじゃないけどね。そうですよね。今でもだから、これ今二速下げてるから。そう。うん。じゃあこれどこで二速下げるんですか。ブレーキ下げ。あ、もう二、今二。もう二。え、そう。やばいよこれ。急に難易度上がったよな。前に言ったでしょ、一番最初。はい。むずいけど三速で走れるようになりました。二やるとタイム落ちるよっていう。コーラは脱ぐんだけどタイム出なくなるから。俺ここからタイム落ちてくんだ俺。そう、でも佐田さんこれできるんだったら生まれ変わりますよ。はい、生まれ変わりたいです。生まれ変わりたい。ブレーキをしっかり使ってリリースしながらハンドル切って立ち上がりに踏めるっていうところまで行ったから。でもそこは基本として絶対的に必要なんですよ。なるほど。2速に落とす中でもそのブレーキの使い方は同じことをやるんです。木下さんの変態な踏み方見た方がいいです。なんか滑らかですね。なんだ。今度こそイメトリは大事ですよ。慌てちゃいけないですよ。ヒールの塔を上達するために一番必要なのは慌てないことで、慌てないでやろう方法としては、今までの3速で強いブレーキっていうのはちょっと忘れてもらって、早めのブレーキで優しいブレーキのままコーナー進入していくんですよ。そうするとブレーキの時間がたくさんできるじゃないですか。優しいブレーキの中で今の操作をやっていくんですよ。ゆっくり、あ、今うまくいった、間違えたっていうのを長い時間でトライしていくんですよ。スピードが落ちるけども、そう、スピードが強いようにパラパラで、そう、そう、優しいブレーキの中でブレーキ、優しいブレーキをして、ヒーローだとダメだね。もうダメな人の顔になってるから。もっと若くにやってくれなかった。いやだから前木下さんが何も知らない女性の方が上達早いって、そう言ってた。そういうことやろな。癖がもうついてるから。そうやねん。暴走行為しか知らないから。
レーキ、クラッチ踏み込むと同時に、そう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 、どうなってくんだろう。あくまでもつくばの練習だから、低い回転で4に入れて4、3、2で3、2の練習をまず1コーナーでやって、だからもう徐々に、はい、だからおっせって思うのよ、ヒーラー2やってるから。なんで初心者ヒーラー2ってことですもんね。これを取得することによって、それにまた使う。だからドラゴンボールでいうとこの海王様の重力すごいとこ行っちゃったよってことですね。は絶対わかると思うけどな。オースです。はい、優しいブレーキで、そう、あ、いいよいいよ、合わせなくていいよ、はい、やり方は今ので合ってる、はい、アクセル吹かす量が大きいだけで、慌てないよ、慌てない、そう、慌てない、操作は実際ではもうちょっとゆっくりでもいいんだよ。そう、完全飛ばし方変だけど。二速だから加速がいいね。まずはブレーキングとヒーローと余裕が出てくれば手ハンドルに持ってこれるから、はいはいはい、いやー信じる。思ったより乗り込み早いよ。よかった。もう乗り込み早い。あれ意外と女子でした。女子。今言ってたもんね、素直に言うこと聞いたから。むちゃくちゃ集中じゃんせよ、マジで汗かいてやろ。あ、これですね、これよ。これだ、これ。もうあっちまったもん。もうほんと集中、もうマジでずっと次の、いや、もうやることを考えながらの、もうタイムとか何にも気にしてない。もうとりあえず今 やるべきことを、はい、3速、4速、はい、ヒラ2だから、早めブレーキの意味がわかるよね。わかります、早めブレーキの意味。これ楽しいぞ。孫悟空の言い方全然違う。コーラ脱いだらこんな感じ。へぇ、技ですもんね。マジで技す。
背負い投げですよね。どういうことですか。いや背負い投げよ今。あ、足がそうなるってことですか。そう背負い投げよ今。だから二足使うのってさ、普通はもっと邪魔になっていく。なんだったら抜いちゃうかの勢いで走ってた。抜いちゃうか。他を抜いちゃうか。はい。遅く感じたもん。そう。なんなら？なんなら、そうだほら、どかなきゃとかいう、はあ、もう精神じゃないのよ。ずっとついてこないじゃん、後ろが。そうそうそう。コーナーが早いからやろ。そうそうそう、はい。立ち上がりが早いから。せー、はい、はい、はい、もう俺のこと抜けんやろ。はい。あんまり持ち上げんのよ。あ、そうそうですね。危ない危ない危ない。このまま行ったら事故起こる。あ、でもこれ習得したよ、ちょっと。そうでしょ。楽しいですね。ユライテッド道行くからこれか。うわ楽しい、マジで。マジで楽しい。正確にできるようになってくると、うん、社長もうちょっとエンジンのレスポンス強くしてくれとか、ああそういう話になってくる。まだ早いって言って、あ、生意気だってことですね。生意気だってことか。まあ今コースかあんま意識してなかったの、うん、それはまあ次ラインを意識してないから、ああはい、まあそんなに多分あのまあとりあえずヒールダッツタイム伸びてないと思う。タイムは絶対にだってコースをちゃんとやってないから。ちなみに今何速まで最高上げてるんですか。4速。あ、ここ4速。4速から 4、2、3、4、2、3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 、
ースです。いやタイヤもやっぱいいっすわ。ケツがなんか全然安定してるから、固めて、うん、硬いと どうなるんですか。ブレがない。なんかあ怖い怖い怖いっていうはこれ以上あれするとっていうあれがないから不安だって だってうまく感じる。このクルトラも足回り硬いでしっかりしてるから今まで言わなかったよねそんなことね。あ変えてもブレーキやってもどうって、はい、おいいっすよ。え、それで終わりかよ。今違うから。 あとこのタイムがついてくればね、あとはね絶対ついてくる。だって今は午後変わるねって言ってたもんね、見てて。なんでですか。いや全然良くなったから。全然違う。妙に安定しててね。へえ。カメラ立てても分かった。いや本当に今までこう体ひねるスピード、この間の1日目2日目とかはゆっくりでよかったんですけど、ちょっと慌てましたもん。おーおーもう行ってんだ。おーおーおー。なんだ今の。脅かす存在だ。いやいやいや、ちょっと。おーとか。いや、取れてます。取れて。伸びしろですからね。やばいな。でもさっきのイメトレが本当に役に立ちました。あそこのあれで。いざ実際こうやってみると。イメトレがもっと正確になってくる。あー、そうですね。さっき走ったから。あ、そっかそっか。そう。一回走って、今度のイメトレはもうちょっと精度が上がるから、それでもやってからまた行くと、もっと上がった精度が上がる。すごい、なんかすごい爽やかなチャンネルっすね。いやなんか今まであんま思ってなかったですけど、すごい爽やかなチャンネルになってる。青春よ、青春チャンネル。ほんとベタなブレーキングだけの3速のだけのあれが基礎ができてるからこそ落ち着いてそのヒアントゥーがまた入れてくるっていう。シャドーボクシングができないとやっぱできないんだよ。なるほど。それがもうできてるから、いざこれ相手来られてもこうなるっていう。開いてるよって。ください。当てる必要あります。僕2回流れてるんですけど。外してきたよ。やっぱり前回なくしたからブラックダイヤ。お前ヘルメットの着脱で、たまったことでボディピアスやけんさ、普通のピアスすぐ外れんのよ。もう一個なくなってもうたやから本庄さんもったいねえ。クッションもあれ2個売りで買ってたから1個予備があったけども、はい、もう今日はもう外してきた。なくなるから。そうっすね。ああ危ねえ。何したって殴られるんだから、何の反応もない。なんかね、ちょっとブーみたいな、ちょっと弱くなるよ。あと、どんどんラストラインしかないの、ラストラインの。もうあっという間のこれ。一気いくよ。あ、でーす。おわー。横浜タイヤさん、
宣伝しましたね。違うじゃないぞ、持ってない。持ってないよ、ほら。順番来年の分も。